は、手のひらセラピストの斉藤ひとみです。はい、今回はリクエストをいただきました、卵子に効果的な手のひらセラピーをお伝えしていきます。はい、本当にリクエストをいただきまして本当にありがとうございます。はい、卵子なんですけど、まあ、卵子っていうのは、まあ、焦点がこう一つにまとまらずに、ものがこう二重に見えたりする症状を言います。なので原因は生まれつきだったりとか、あとは加齢によってあのピント目のピントを合わせる調整力が少し低下することによって卵子が起きていることがありますので、今日は手のひらを押して少しでも卵子の症状が軽くなるような、手のひらセラピーをお伝えしていきます。どこを押すかっていうと、まあ、まずは一つ目は目なので目の反射区を押します。で二つ目が、実際ですね、あの東洋医学では目と肝臓って鏡のような存在って言われています。なのであの目が疲れると実際あの肝臓が疲れてたり、もしくは肝臓が疲れてることによって目の症状が出たりとかっていうのもあるので、そういちょっと肝臓の方も一緒にアプローチして、あの綺麗な、ね、血液を目に送るっていうような感じで、あの肝臓も一緒に押します。でそして今日3つ押しちゃいます。今日は3つ目はですね、首のリンパを押します。やっぱり首のところ、ここですね、こうリンパのところに老廃物が溜まっていると、目の症状とかにちょっと影響が出たりするので、目の首のリンパを老廃物を流すことを一緒にやっていきたいと思います。はい、でそれでは今日は3つの反射区を一緒にやっていきましょう。それではひーちゃんが教える手のひらセラピースタートです。はい、それでは卵子に効果的な反射区をしていきます。まずは目の反射区です。目の反射区っていうのは人差し指と中指にありまして、目の場合はですね、左右が反転しますので、左手は右目、そして右手は左の目に対応しています。目の反射区はこの爪の脇をつまむように押していきます。でポイントはこの横のですね、こうではなくってこの角を使って押すっていうのをポイントでやってみます。やっていきます。はい、で7秒押します。はい、1、2、3、4、5、6、7、中指も押します。1、2、3、4、5、6、7。はい、こちら両方同じですので左右両方ともやってみてください。で次は肝臓の反射区に行きます。で肝臓の反射区っていうのは右手にしかいません。で場所はですね、この薬指から下がってきて、ここの骨のポコッとしたところがあるんですけど、こちらにですね、あの骨の下に親指の、ここですね、硬いところ角を当てたら、そしたら手首から起こして入れていきます。1、2、3、4、5、6、7。はい、こう親指からこうやって押してもいいんですけど、やっぱり日本人っていうのはやっぱりどうしてもこう 手にこう力が入れるっていうのがなかなか難しいので、こうやって押されに行った方が楽だと思いますので、はい、ここでこの手首を起こしてみて痛いところで7秒止めてみてください。はい、これが肝臓の押し方です。そして3つ目、首のリンパ。首のリンパはですね、手の甲になります。手の甲のここの水かきの部分になります。でここをですね、あの机の上とか、あの床の上にはね、あテーブルの上か、すいませんテーブルの上か膝の上に手のひらを置いて、ここで指を置いたら前後します。これは7秒ではなくていいので、ちょっとここに見えやすいのはここに起こしますけど、ぐっと力を入れたらこう前後する。で少しずつこうやってずらしていくっていう風にやってみてください。はい、もしくはこうやってみると、私の場合は本来こうやってね、骨とか筋がしっかり見えるんですけど、ちょっとここだけが見えてないので、ここに老廃物が溜まっているなっていうことが分かります。なのでここを狙って押していきたいので、私はですね、この間にこの親指のね、こう1本ずつやっていきます。でこの押し方の場合は7秒
止めてください。でそしたらここもずらして7秒、押すときも骨の下に入れるような感じで押してみてください。でいけるところまで下は下がっていただいて大丈夫ですので、こんな感じで、首のリンパの押し方は好きな方で大丈夫です。こうでもいいし1本ずつでもいいのでやってみてください。はい、以上が、リンパ節首の押し方でした。